皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は、カクメカブをいじりたいと思います。ギャー。前からリアのスペースが狭いのを気になっていました。そこで、少し広げたいなと考えていました。へー。体が大きいとボックスと腰が当たりますね。ギャー。そういうわけで、ボックスの位置を後ろにずらします。それと、増設キャリアが付けられるようにします。今後、釣りやキャンプなど多目的に使えるからです。へえ。まずはボックスを外します。純正キャリアの位置ではボックスを後ろにできませんからね。ボックスを移動するためのベースを作ります。材料はホームセンターで買ってきたパイン材です。910mm×250mm×18mm で1500円でした。まあまあかな。現物に合わせて測定していきます。今回購入したのは 18mm の板厚です。幅が 250mm でキャリアの幅と同じですね。長さは 550mm にカットしました。これで増設キャリアとボックスが載せられます。これは後で出てきますが、ボックスの高さ合わせに必要な板になります。現物合わせでキャリアの隙間を鉛筆で描きました。それに合わせて取り付け用の穴を開けます。取り付けボルトはファイ6ミリにしています。それでは乗せてみましょう。横幅ぴったり入りました。やあ！取り付けボルトはファイ 6mm×40mm にしています。取り付け面を広げるため、大きめなワッシャも買いました。あとは4箇所キャリアと固定します。今回取り付けのため、ギビと同じ金具を買いました。この金具でキャリアの面を引っ掛けます。Amazon で1個200円以下だったので買いですね。これならしっかり固定できます。なかなかいいアイデアでしたね。4箇所締めれば固定完了です。ボックスのベースを取り付けます。これはついてあるネジを使うので楽です。あとはボックスをつければ完了です。
リトル株から外して取り付け位置を見てみます。キャリアが固定できません。浮いてしまう。なんで浮くのかわからん。これが原因か。増設キャリアの高さがボックスと同じなので、取り付けた時ボックスに当たって固定できなかった。1枚板だから高さが同じでもしょうがないな。ここでもう1枚の板が登場します。この板を重ねて18ミリ位置を上にします。これならボックスが逃げられるはずです。うまく取り付けができるといいのだが。取り付け完成です。ボックスの中に入れていた蛍光管を取り付けできます。これで運転が楽になりましたね。それと今後のキャンプなどもできそうですね。しかし板1枚で重いもの積むにはちょっと心配ですね。強度アップを考えなきゃね。